どうも、ゆうまです。8月から、スバル R2 を、スター・ウォーズの R2D2 をモチーフにカスタムした、スバル R2D2 号で日本中を駆け巡ります。で、今回は、そのスバル R2D2 号、まあ、僕が飛び立つよりも先に船で送り出したので、報告させていただきます。で、なぜ現場からお届けできないかっていうと、普通に撮影禁止の場所だったんで、撮影できなかったので、僕自身が口頭で報告させていただきます。 で、今回はこの輸送会社にまつわる面白いつながり、僕自身の面白いつながりもあるので、それも一緒に話させていただきますね。それでは、Let's get started! <music> ということで、今回、日本中を駆け巡ることになるスバル r 2 d 2号を沖縄の那覇の港に持ち込んで、でそこで船に積んで1週間ほどかけて北海道の苫小牧まで送ります。で、8月。 頭の方に車が向こうに着くので引き取り可能になるので僕がそれに合わせて北海道へ飛行機で飛んでいくっていう流れです。で今回輸送を依頼したのが、えー、OTK さんっていう輸送会社なんですけど実はこの OTK OT さん過去に僕とつながりができてたんですよね。そのつながりっていうのが7、8年前に僕が英語の通訳の仕事をした時にできました。で、その仕事内容っていうのが 人口2000人ぐらいの多良間島っていう宮古島の隣にある小さな島で外国製の風力発電の風車を建設するっていうことでで、その関係者が外国人の関係者が来てで、建設と建設を依頼する親元のこの電力会社3つの関係でこの建設が始まったわけですよ。で、そこで僕が通訳として雇われたわけです。 で、その多良間島に1ヶ月ぐらい滞在するっていう仕事だったんですよね。で、1ヶ月ぐらい新職を共にするんで、まあ、プライベートな話もいろいろできて、関係性が出来上がったわけです。その時に、この、僕を雇ってくれた、この電力会社、T さんが、過去にバイクで沖縄から、バイクを沖縄から本土に送って、で、ツーリングをした経験があるって言ってたのを覚えたんですよ。で、その時にお願いしたのが、この OTK さんで、 で、ちょっと安く送ってもらったそうです。っていう話を覚えてたんで、あそうだ今回、いろいろ輸送会社探してるけど、そういった話、といえばあったなーって思い出して、で、僕の車もお願いできないかなーってことで、この T さんに連絡を取ったら、えー、面識がある OTK の N さんって方がいて、で、僕は連絡先を知らなかったので、この N さんの連絡先を教えてもらって、で、N さんからこの、 輸送の担当の、車両輸送担当の K さん、いろいろ人物出てきてちょっとややこしいんですけど、K さんを紹介してもらって、で、話に行って、値段はこれぐらいですよって、話がどんどん進んでいったわけですよ。で、いろいろ探してた中で、金額はある程度分かってたんですけど、それよりもちょっとありがたいことに安くしてもらって、で、今回、輸送をお願いするっていう流れになりました。いやもう、こういったつながり、すごいっすね。実にありが,ありがたい。 感謝ですもう過去のつながりとかいろいろそういった流れからいろいろ助けてもらってでこういったつながり過去のつながりを訪ねるっていうのが日本全国でもあったりとか新しいつながりをきっかけにいろいろ助けてもらうとかあると思うんで楽しみなんですよね、まあ、助けてもらうだけじゃなくて僕自身がこの出会う人にな何かしら楽しい体験を提供できたりとかいいなと思ってます、うん、ちなみにこの車を 港に持ち込んだ時に担当の方が車移動しようとし,してたんですけどあの R2D2 号のデザインっていうかこの奇抜なデザインに驚いてましたねでこのハンドルが上げられるんですけどこれどうやって下げるのどうやって上げるのとかいろいろ興奮してましたねミサイルスイッチとか遊び心満載でつけてますからね <laughs> テンション上がってましたこんな感じで R2D2 号が R2D2 号を実際に見てもらうことで この見た人のテンションが上がったりとか、楽しい体験をできると思うんで、そういうのも期待ですね。旅の中で。で、今回郵送をお願いした OTK さんなんですけど、後々香港人の友達の Win さんが多分旅に合流してくると思うので、その時に Win さんのエヴァンゲリオン初号機を送る時に役に立つと思うので、OTK さん一応こういった会社があるよって紹介しておいたんですよ。ですので、後々 Win さんのエヴァンゲリオン初号機、フィットハイブリッドをエヴァンゲリオンの初号機をモチーフにデザインしたこの 初号機、エヴァンゲリオン号が、また OTK さんに手伝ってもらって、僕の旅に合流することになると思います。そういった楽しみもあって。うん、ワクワクしかない。まあでもこの旅行をしながら、旅をしながら動画を撮影していくって、やっぱ初めての挑試みなんで、すごい不安だらけなんですよね。みんなにちゃんと伝わるように撮れるのかとか、ちゃんとこの疑似体験できるような面白い撮り方をできるのかなーって。 不安なんですよね。まあ、でも初めてのことなんで、いろいろ挑戦しながら、試しながら、より良い方法を探しながら、やっていきたいと思います。ですんで、まあ、皆さんもそこら辺は、暖かく見守っていただけたらなぁと思います。まあ、それよりも、あの、皆さんにお会いしたいんで、ぜひ、あの、インスタグラムとかツイッターでメッセージよろしくお願いします。自分がやっているこれを紹介してほしい。そういったのでも構いませんので、新しい体験を自分がして、 この視聴者さんたたちにお届けできたらなっって思って思ますご飯のお誘いでもいいですし、まあ、車好きの方でしたら、自分の車を紹介してほしいっていうパターンでもいいですし、フットサルサッカーを一緒にプレイしたいとかそういったのでもありがたいです。もう本当に旅が近づいてきてて、出発の日が近づいてきてて、不安と焦り、ワクワクも複雑に絡み合った感情です。まあ、でも創造性を発揮しながら面白い動画を、皆さんがワクワクするような好奇心をそそられるような動画を いやあそれにしても本当とに人とのつながりってすごいなと思う,思うんですよね一人とつながったらその周りのつながりも何かしら紹介してくれたりとかで面白い素敵な出会いがいつもあるんですよね旅の中での新たなつながり今までの過去のつながりと再接続リコネクトそういったのもあればなと思ってます日本各地に僕が過去にワーキングホリデーでカナダに住んだ時のつながりとかそういったのもあるんで もしくは民泊やってた時のつながりとかも各地にあったりするんで、すごい楽しみです。そういった人との出会いの素晴らしさっていうのもお届けできたらなと思ってます。というわけで、まあ、今回は船を、あ,あ、船じゃない、えー、R2D2 号を輸送したよっていう報告でした。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回。バイ。